サーブルドガラスを飲みます。サーブルゲーション、ストロベリーソーダ味美味しい。まずあー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 よだれだらーって出てくるぞ。これダメだこりゃ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。いつもあるわよ。みなさんごきげんよう。マスピース、今日ははい、今日はマウスピース作っていきましょう。はい、こちらね、買い物してて見つけました。それぞれマウスピース作れるみたいです。あ、それちょっとなんか電子レンジでチンするだけで作れるって。そう、パパが持ってるのは18歳未満の方は使用しないでください。ひめちゃんが持っているのは11歳未満の方は使用しないでください。多分オークン大丈夫だと思うけど、それけどオークンが持っているのは何も書いてないじゃん、年齢制限。逆の方がいいかもね。11歳未満って言ってもいけるでしょう、うん、11歳以上ってなってるけど11歳の子はいけるんだよね、うん、けどオープン学年的に11歳の年だからいけると思うよ。あこっちの方が大人っぽくない？素人目で見ても、うん、どう、なんかこっちの方が簡単な簡易的なもんじゃん、うん、どうする？年齢制限書いてない方にするか。いいかね、うん、じゃあ奥これやろう、ね、年齢制限書いてないから。なぜこちらを買ったか理由をどうぞ。はい、夜ね、寝てる時、姫ちゃん、王くんギリ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 って歯ぎしりすごいのよ。本当？うん、歯ぎしりみたいな。あ、だけ私さ、歯医者行った時歯が削れてるねって言われて。え、嘘。そう、歯ぎしりすごいんじゃないって寝てるとき。うん、すごいよ、ひめちゃん言われて。あ、そうなのかなと思って。なんかちょうどよかったかもしれない。え、じゃあマウスピース作った方がいいよって言われた？言われた。言われた？うん。あ、え、めっちゃいいじゃん。うん、気になってたの。あれ、二人ともこんなに歯ぎしりしてったらまずいぞって。あ、歯ぎしりしてる？うん、してるしてる。ギリギリギリって奥歯だよね、特に。うん、あとそれと、いびき。オープン。姫ちゃんはね、あまりいびきないな。うん、だから姫ちゃんと奥のために買いました。イエーイ。一応ね、パパもね、歯ぎしりとね、いびきないと思いますが、一応買いました。ある？いびきはある。いびきある？あるの？ズゴーって途中言うときは言うよね。スーピーどっち？スーピーなんて可愛いものじゃないよ。どんな感じ？やばい。どんな感じ？やってみて、やってみて。やべ、マジで？マジで？普通に結構な確率で言ってる時あるよ。え、歯ぎしりは？言わない時もあるけど、歯ぎしりはあまりないかもしれない。あ、そうなの？うん。じゃあ早速作っていこう。じゃあもう姫ちゃん、王くんも自分ね、それぞれ違うからさ、自分で自分のは作りましょう。うん。え、なんだこれ？あ、いけ、いけ、うまーい。え、あ、俺も落ちた。もういい、やばいぞ。何これ、体温計がある。どこにあったの？あ、体温計。どこにあったのそれ？へえ、いやいや、どこにあった？あ、書いてたの。ああ、じゃあこれオープンね。自分で説明してみましょう。なに？いびきくん。ドクターいびきくん。なんだこれ？いびき防止マスグリップ、オーラルトゥースガード。あ、パパのなんか、簡単だぞこれ。ほら、上下両方なんかね、一緒になってるの、裏表で。うん、え、ちょっと待って、パパこれだけじゃん。いびきの原因、いびきは狭くなった上気道が呼吸時に擦れて出すもの、え、音です。気道が呼吸時に擦れて、いびきのほとんどの原因は口呼吸によるものです。え、そう、パパ口呼吸なんだよね。トップっていうのが上なんだ。あ、これもパパ噛むだけじゃん。え、そうなの？うん、装着時に違和感をなくした構造だって。めっちゃ簡単。私なんか、え、これ飲み込まない、食べないよね、さすがに。これ寝てる時大丈夫でしょ。だって口閉じてるし。なんかくっつけよ、うん、え、これ洗った方が良かったんじゃないこれ。ちょっとごめん、臭いんじゃない、うん、なんかくしゃい。私なんか耐熱容器に120水入れて、うん、このトゥースガードを上向きに入れてラップで密封して電子レンジで1分加熱って書いてある。
ねひめちゃん、ハサミ持ってきてね。睡眠中、口に装着したままになりますので異物感があります。すっごいあります。はい、慣れるまで時間に個人差がありますが継続してご使用ください。ありがとう。どうしても合わない場合はご使用をおやめください。言うよ、午後言うよ、わずかだからちょっと外します。じゃあ私、電子レンジでチンしてきます。え、わかるの姫ちゃん。うん、なんかはめるとこめっちゃ合うわ。なんかえ、すっげえ大きな、プラモデルじゃん。見せて見せて、ほらなんかこんな、なんか棒みたいに出てんの。なにこれ、これで多くの歯を取って、え、けどこっちの方がいいんじゃない、歯型、あの合わせる方が。こんなもんどう。僕作っております。見えるかな、みんな。じゃあもうちょっとアップにするね、カメラ。多くん70度、あ、これ温度計で70度測れってことなんだ。パパね、今ちょっとこれ洗ってきたんだけど、上が、なんだろう、ここが当たるんだよね。ね、場所的に言うと、上の歯の奥から3番目の、なんだこれ、歯茎っていうのか、内側、中の、当たるの。え、奥、それ、口の中入れてみて、これ。え、入らない。入らない。ちょっとこれ、ちゃんと作り方見た？王くん。柔らかくしてガブって噛むんだ、これを70度で。一回入れてみて、あーして、あーあーあーして。入らない、入らない、入らない。じゃあ王くんやめとこ。王くんこっちするか、パパの。え、口の中今入れてない。え、ちょっと王くんこれ無理かもね。顎が死ぬ。じゃあ姫ちゃん今作ってるみたいだから、ちょっと姫ちゃんの見てみよう。うん、え、姫ちゃんどんな感じ。電子レンジで、うん、今1分温めて、うん、これ柔らかくなるまで、うん、待ってる状態。え、ちょっと見せて。お水を入れて電子レンジでチンしたの。そう。え、もう触ってみて、柔らかいんじゃない。え、そんなに熱いか。熱っ。だこれお箸持ってきた方がいいんじゃない、お箸、うん、ね。しかもなんかこれ普通のお椀だし。これドンキで買ったやつじゃない昔。え、どうどう、え、触ってみて、柔らかい。ん、姫ちゃんのこれ上につけるタイプ。上、え、上だけ、上だけ。え、まだまだかな。え、じゃあつけてみて。うん、バイバイ。どうでしょう、取り出して。熱いよ。なんか取り皿とか、なんかご飯みたいになってんじゃん。触ってみて、柔らかい。いいんじゃない。いいかな、柔らかくなってる。上、下どっち、上に入れるの。上。もう入れてみたら。うん、一回やってみます。入る。噛んだ方がいいんじゃない。グッて噛んで、これでずっとしておくの。え、何分ぐらい、見せて見せて。5分、50分、10分。うん、5時間、10秒。マジで10秒。ちょっと見せて見せて、いいってやってみて。違和感ある、ちょっとある、変わってる。なんかちょっと歯型が入ったね。でもね、ね、あ、じゃあそれでいいんじゃない。これでいいかな。うん、うん、え、何、うん、いい、うん、ってなす、うん、って噛んでみて。なんか歯とか顎とか痛くない、歯茎とか、うん、って噛んで。うん、あ、じゃあこれでいいんじゃない。え、違和感ない。うん、これだけ大きいと飲み込まないでしょ、姫ちゃん。飲み込めないよね。うん、ほほってなるよね。うん、パパのやつ大丈夫かな。オー君ちょっとパパの取って、それ。はい、ありがとう。なんかパパの方がこう飲み込みそうじゃない。ねえ、トップと書いてある面が上になります。やっぱ上だな。こうだな。
なんかさっきより違和感あんまりないかも。ん？けど口の中これ入れたままで眠れる？寝れなくない？ちょっとイメージトレーニングしてみ、イメージトレーニングしてみよう。ちょっとこうこう。眠れないね。これね、ごめん。歯がちょっと、じゃあ一回洗っていきましょう。うん、パパ奥の方やってみようか、これ。ね、なんだこれ、なんだこれ、この隙間。これもね、あの柔らかくするんじゃないかな、温めて。ちょっと洗っていきます。これとこれを組み合わせるの、こう。これ奥無理だね、入らないな、これは。どっちが上だ？あ、そう、青いやつ洗ってきた。洗ってきた。なんかつけてるから顎が疲れちゃう。ねえ、うん、これなんかあれじゃない、あのウェイトトレーニングとかするときにうんって食いしばってやるときとかいいかもね。うん、あともう一回洗ってみる。あ、か、お、あ、お、か、無理だな、か、か、ゴリラ、ゴリラだ。おおおお。なんか泡疲れてくるよね。うん、いただきます。あ、違う、いただきます。うん。おおおお、ほんほんご。横から見るとこんな感じ。ゴリラ、ゴリラ。ゴリラです。ゴム臭い。おおおおお。ゴム臭いです。これ何言ってるか当てるゲーム面白そう。シャーベルソーダ味があります。シャーベルストロベリーソーダ味美味しい。まずい。ちょっと待って、よだれだらーって出てくるぞこれ。これダメだこりゃ。待って、無理だわ。いや私も無理それ。あとね、あとよだれぶり。でかすぎて入れるとなんか臭い、痛い、臭い。あの、なんだろう、親知らずのある場所、もう抜いたけどパパ、うん、そこ、その部分が痛い、痛い、痛い、ここに変な形、グイーンって当たってるから。なんだこれ。多分ね、姫ちゃんのと、うん、パパのなんかウェイト用にいいかもね。そうだね、これとか、うん、これ多くのなんか、これ無理だわ。まず、姫ちゃんもこれ口の中入れないと思うよ。うん、フィットしなかった。70度でやるといいのかな。これ洗ってるとさ、うん、パパが今右手に持ってる方、うん、なんか入れ歯洗ってるみたいになるよね。くっ、くっ、くっ、くっ。ちょっと洗ってきます。はい、こんにちは。こんにちは。あなたは誰ですか。あなたは誰ですか。え、何やってるの。当てるゲーム。あ、やってみて、何それ。アイアムオーコン。アイアムオークン。おい、プープー。アイムプープー。それダメじゃん。プープーって何。ゲーム系。あー、ダメなの。ダメよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは、こんにちは。え、なんて言った。ママはどうですか。あなたはどうですか。違う。違う。あなたは誰ですか。まあ、そう。マウスピッシュ。マウスピース。サル。サル。ゴリラ。ゴリラ。ゴリラって言ってみて。ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。姫ちゃんとオークンって言ってみて。姫ちゃんとオークン。皆さんごきげんようは。皆さんごきげんよう。今日はマウスピースを作ります。今日はマウスピースを作ります。お腹が減ったので。お腹が減ったので。そろそろ動画を終わりにして。そろそろ動画終わりにして。あの丸亀製麺が急に食べたくなったので。丸亀製麺が急に食べたくなったので。行ってきます。行ってきます。はい、行ってきます。オー君は肉うどんが食べたいそうです。オークンは肉うどんが食べたいようです。ひめちゃんはまだ決まってません。ひめちゃんはまだ決まってません。正解。パパも決まっていません。
やっぱ肉うどんやめた。言わないんかい。やっぱ肉うどんやめちゃ。やめた。あー、出すんじゃない、出すんじゃない。洗ってきな、洗ってきな。これ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 、なんかさ、このでっかいのこれ洗ってきたんだけど、ね、なんか、すごい。これ洗ってきました、はい、これ入れ歯洗ってるような感じだし、あとこれね、でかすぎてね、サイズ合わない感じがする。だよね、私もフィットしなかった。うん、柔らかくしたらいいのかな。ほら、もうこんな感じ。ひめちゃんのは調子いい？もう一回入れてみて、あんぐって洗ったそれ。うん、入れてみて。ひめちゃん、それ入れてみたら、ほんと何やってんの。やめ、やめておくわ、それ痛いよ。うっせーのーれ。あー自虐かよ。どう、ひめちゃん、それしといた方がいいと思う。ひめちゃんが特にね、多くもやってるんだけど、ひめちゃんすごいから。ん、激しりガリ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 って削れてるねって言われたんでしょ。うん、その年で削れてるねだってやばいと思わない？え、喋れない。え、ブブ一緒テープ確かに。うん、朝起きたら歯が、うん、口の中に硬いものがあって、何これって思ったら、うん、なんか歯が欠けてる、歯が欠けたかけらみたいなの出てくるんだよね、たまに。は？やばいじゃんそれ。最近はないけど、昔結構出てた。え、もう絶対つけてそれ。うん、ひめちゃんも強制です。それで、もしなんか違和感あったりしたら、もう歯医者行って作ろう、ひめちゃん用の。うん、うん、作ろう。特にひめちゃんダメそれ。俺は？オウくんはまだ、うん、成長段階だからな。オウくんはもう少しして様子見ましょう。ひめちゃんも作ろう、それでダメだったら。ちょっとつけてみて。飲み込まない感じする？絶対大丈夫かな。大丈夫だよね。それで、あれじゃない、なんか、ポリデントとかあるじゃん。こう、チューってチューブ入れて。ポリデント！噛んだら固定されるやつ。あ、やっぱり、ポリデント！それ使う？いいかもよ。マジで？ねえ、お腹すいた。ああ、じゃあうどん食べる。じゃあね、ひめちゃんね、ちょっとこれ今回ひめちゃんが一番やばいっていうこと分かったので、よかったかなと思います。ひめちゃん。うわー、マジか。よかったね、これやって、うん、え、じゃあこの動画を撮らなかったらひめちゃん大変なことになっていた可能性大ってことだね。うん、ねえ、うんじゃないよ。自分のことじゃやっべ。まずじゃあ今日からつけてね。はい、今日はね、マウスピースを合わせてみました。はい、パパのはね、トレーニング用かなんかでね、なんかまたやりたいなと思うから、トレーニングね使います。ひめちゃんはもう絶対使ってください。一生重大なことが分かってよかった。では今から、またねバイバイって言うんだけど、マウスピースをつけているひめちゃん言えるかな？はい、せーの、まったねまたね、バイバイ。じゃあ、うどん食べに行こう。あれの残念だ。にっこりひめちゃん。同じ顔のひめちゃんが2人ずついるよ。1人しかいないひめちゃんを当ててね。いくよ、正解は、みんな分かったかな？